私は今蘇州のドンファンジーメンの駅にいます。今からですね、こっちの方向で 1,2,3,4 5個目の通常1,2,3,4,5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 ,
新幹線に乗って上海に戻りたいと思います。この路線は本当人が少ないですね。多分全然余裕で座れるぐらいですね。すぐですね。すぐ着きました。あれ、これ下りだけです。こっち上りか。本当この路線人が少ないですね。まだ1年ぐらいみたいですね、開通して。久しぶりにこのカードを使うときにですね、買うときに現金使いました。小銭があったんでちょうど使えてよかったです。この周りって特に何もなさそうですね。もともと何もないところに作ったんでしょうね。ここですね。今回蘇州行って、友達といろいろ喋れてよかったですね。喋るのが目的だったんで、観光地は全然行ってないですね。食事しながら喋ったり、歩きながら喋ったりしました。蘇州には駅が3つあるって言うんですね。蘇州駅と蘇州東、あとこの円区のフォーチャージャンと新区のフォーチャージャン、あともう1個なんか駅あるって言ってましたね。ちょっと忘れましたけど、本当蘇州綺麗なとこですね。あと蘇州でちょっとびっくりしたのが、この駅の安全検査でもですし、友達と行ったなんか飲食店でもなんか日本人かってすごい話しかけられたんですけど、蘇州も日本人が結構多いのでそんな珍しくはないと思うんですけど、上海でそういう風に話しかけられたことないですね。蘇州でも外国人多いからそんなあれやと思うんですけどね。なんかすごいフレンドリーに喋ってきましたね。これは2階ですね。どっから2階に上がるんでしょう。
あそこか。まあ、この駅でかいけど、なんか上海に行く電車がそんな本数ないんですよね。1日数本なんで、多分駅も人少ないと思います。多分他の蘇州駅とか人いっぱいいるんでしょうね。あれ、なんかこっちでええのかな。あ、でもこっちって書いてますよね。これは分かりやすいです。こういう地面にいっぱい書いておいてほしいですね。結構頻繁に私道に迷うので、本当書いててもなんか違う方向行ってるとこあるんで、ああいう地面にしっかり書いておいてくれると分かりやすいですね。で、一回外出て、もうここからまださらに上がらない。上がらないといけないですね。やっぱ暑いですね。南京とか、南京とかも行ったことないんで、まだ行ってみたいですね。もう本当高速鉄道あるといろんなとこ行けますからね。なんか空港みたいな建物ですよね、中国の高速鉄道。まあ乗り方とかシステム的にも、まあこう空港と似てますね。安全検査があって、日本とか新幹線乗るの別に安全検査ないですからね。ああ、これもうシンプルな駅ですね。ここで待って向こうホーム行くと。入り口です。まあ見たら誰でも分かるんですけど。手を消毒するアルコールスプレー、これぐらいの小さいの持ってたんですけども、この安全検査で引っかかってですね、没収されました。持ち込めないっていうんで、まあなんか後で取りに来たらもらえるみたいなんですけど、すごい安いもんです。もう後で取りに来るって無理なので、まあもう諦めます。本当に小さいシンプルな駅ですね。ここが待合室で、まあ、電車が来る20分ぐらい前に中入ってホームに降りるということになっています。ちょっと早く着きすぎましたね。あれ2時何分発なんですけど、まだ1時ですからね。1時間ぐらい待たないといけないです。まあ、何も店とかないですからね。こっちなんかビジネスサービスエリアって書いてるけど、まあ、コンビニがあるんでしょうね。ほんと小さな駅ですね。一応カフェがありますね。すごいちっちゃいですけど、コーヒー買うことはできます。ただもうさっきコーヒー朝飲んだんでもういいですね。そうそう、ね、
じゃあまあ水とか売ってますね。便利店。向こうちょっと景色見えるのかな。あのでかいビルですね。湖の反対側に見えてた。この動画あんまり短いかもしれないんですけど、来るときですね、上海から蘇州までの動画も撮ってるので、よかったら見てください。ちょっと本当眠いですね。帰ったら昼寝ですね。これまたプラットフォームになってます。まあ、電車が来る直前までプラットフォームに降りれないので誰もいないですね。日本とはこれ全然違いますよね。日本の場合はもうプラットフォームで待つことできますけど、基本的にもう飛行機と一緒ですね。こっちこれまたバッテリーのレンタルですね。ああ、これも無料なんですね。免費って書いてますね。 Wi-Fi も免費か。すごいな。とりあえず1時間ぐらいちょっと待つしかないです。私の乗る電車はあれ2時11分の3番ホームのやつですね。林浦行きですよ。 G7583。 この次多分ゲートが開きますね。もうここで待っときます。っていうのは私前 YouTube 見ててですね、あれ座ってあそこに、あ、前の時電車乗り過ごしてしまいました。飛行機も一回乗り過ごしたんですよね、このゲートの前で。飛行機の時はさすがに焦りましたね。もうその日上海戻れないかなと思ったんですけども、2時間後の便があってですね、同じこういうところですね。もう出国審査してるんで、一旦入国してもう一回出国しなくてもいいと、そのまま待っててくださいということで、東方航空の人が手続きやってくれました。あれはちょっと焦りましたね。今もう座らずに立って待っておきます。なんか YouTube 見たり本読むとですね、それに没頭して時間忘れてしまうんですね。ほんと良くないですね。特にですね、今さっき見てたのがあれ 3,4 年前かのアメリカのトークショーですかね。ソフトバンクの孫社長がアメリカのトーク番組に出て、自分の幼少期からソフトバンクを作るまでの話をしててですね、結構面白くて真剣に見てしまいました。多分このままですね、見てると乗り過ごすので、ちょっと一旦やめてですね、電車を待ちます。ソフトバンクの孫さんってなんか高校生の時にあれですよね、日本マクドナルドを作った藤田伝さんのユダヤの商法っていう本を読んで、それに感銘を受けて藤田伝さんが会いたいってすごい電話したりアポ取って連絡したんですけど、当然藤田さんは会ってくれるわけないですよね。知らない高校生が会いたいって言って、それをでも何回も頼んでですね、ついに会えることになって、まあ会う時邪魔をしないから仕事してる姿とか顔見るだけでもいいって言って頼んだんですけど、まあ結局会ってくれて、まあどんな事業をやればいいっていうアドバイスで、コンピューターの仕事をしなさいというのをアドバイスもらって、まあ、アメリカに留学して、でアメリカに留学した時、まあ、お金を作るためにですね、毎日5分間何か発明を考えて、その時翻訳機を発明してですね、でその翻訳機をいくらだったかな、1億円か2億円でシャープに売却してですね、そのお金でソフトバンクをの元になる会社を作ったみたいですね。すごい人ですよね。なんかアメリカで起業してもよかったんですけど、お母さんから必ず日本に帰ってきなさいと言われたので、まあ、日本に帰ってソフトバンクを作ったみたいですね。まあ、私ももともとそんなソフトバンクには興味はなかったんですけど、アリババ株の大株主だということで、どんなあれかなと思ってソフトバンクを調べてから、あ、これはすごい孫さんってすごい人だなと尊敬して、私も一応ソフトバンクの株も持っています。
もうそろそろかな。あの新幹線多分行ったら、出て行ったら次の多分ゲートが開きますね。こういうの見てても全てアプリ IT ですね。仕事探すアプリだったり、部屋を探すアプリだったり、全部そうですね。これは厨房機ですけど違いますけどね。これも旅行のアプリですよね。あそこの改札でまたパスポート見せないといけないですよね。用意しとかないといけないです。やっとゲートが開きましたね。ではパスポート見せて中入りたいと思います。まあ私の場合はこの人のいるとこしか行けないですからね。まあ早く行っても遅く行っても乗る電車は一緒なんで、あまり早く行ったらまだこれ電車来てないですから、暑い中待たないといけないですよね。まだ来てないです。こっちですね。ああこれか、電車来てますね。はい、だいぶ向こうですね。やっぱ暑いっすね。ほんとこれエアコン効いたとこと暑いとこと温度差が結構激しいんで疲れますね。2号車なんでもうちょい向こうです。もうすぐ到着です。あーやっぱり外暑いっすね。ちょ
れました。まあここからがまた暑いですけど、もう地下鉄乗って帰ります。まあ相変わらず人は多いですね。あれ地下鉄、あこっちか。はい、それでは今日はもうこの辺で終わりたいと思います。シューシューザーザイちゃん、まあ蘇州は結構楽しかったですね。また蘇州も行きたいし、環状の方へも行ってみたいと思います。それではありがとうございました。